整理掃除しないわけじゃないんですけど、物を取ったらすぐそのすぐ元あった位置に戻せないっていうのが、うん、短所なのかな、大雑把です、そういうところが。初めて買った CD は X のギタリストのヒデミズ・スプレッド・ビーバーっていうバンドがあるんですけど、そのヒデの曲の CD 買いました。最近悩んでること、周りに将来どうするのってすごい聞かれるんですけど、答えが見当たらないので自分もどうしようかなってすごい悩んでます。このままではいけないと思うこと、人の言ったことに対して全部イエスと言っちゃう、全部ではないんですけどほとんどいいよとか合わせちゃうところがやっぱりちょっとまだ子供なのかなって思います。思い出の場所はディズニーランドですね。